ファンタ一大人なメンバーは誰だ、差し入れマンイエーイ。あ、出るな、出るな、出るな。今回は皆さんにも自分で考えたシチュエーションとそこに行ける大人な差し入れをプレゼンしてもらい、ファンタ一大人なメンバーは誰かを決めたいと思います。なるほどね。はい、じゃ順番的に甘いの次の僕いきます。お、世界さん。はい、なんだ、なんだ。僕が差し入れするものはね、もう全部なくなるんです。お、どの現場に差し入れしても絶対なくなるものを誰もが喜ぶ差し入れを持ってきました。お、誰もが、その差し入れとはこれです。アメージングコーヒー。いやー、これはなくなるけど、ずるいですよ。間違いないです。ずるいです。色んな意味でずるいね。こう、大人っていうのは何、まだ20代でしょ、みんな。30超えたらもう大人っていうのがね、どれだけ会社に貢献しなきゃいけないかってことは分かるんですよ。面白い。そしてどの現場に行っても必ずなくなる。確かに間違いないです。色んな種類あるんですけど、僕は今日はあのアイスハニーラテを。わー、素晴らしい。ご飯うまい。うまいですよ。一夜はそう。実家のような安心感。これはさ、はい、このアイスハニーラテのみ。いや、僕が差し入れするときは、うん、その時やってるやつと、うん、あと基本ブラックと、うん、ホットアイスとか全部、うん、割と多め。じゃあ選べるんだ。選べますよ。あ、なるほどね。8種類ぐらいありますよね。うん、なんか、なんかあんまりコーヒーのイメージない。いや、崖でめちゃくちゃ飲んでました。あ、そうだっけ。これ楽屋トークだね。さあ、続いて誰が行きましょう。僕行きます。おー、行きたいな。じゃあ、設定まず伝えたいと思います。はいはい、農家さんが集まる会議。どういう世界か。会議やね。空気変えたね。空気よ、空気よ。一回入れます。まず自分がもう農家さんになった気持ちで、はい、お願いします。真夏の会議。この野菜いいね。この野菜もいいね。でもこれちょっとお湯足りないから、なんて話してます。はい。一回おいしい野菜食べようかってなった時のこれです。なるかな。なるかな。農家さんの会議で。それでも遠見ぎまるです。最近来たぞ、最近よ。ちょっと待ってね。美味しかったけど。福島でファンタスティックス畑っていう農家さんを紹介するコーナーやらせてもらって、そこで郡山ブランドっていう特別美味しい野菜があって、うん、まあね、その中でも遠見ぎまるっていう、うん、なんでこれを農家さん同士で食べた時の盛り上がりが半端ない。散々食べてると思うんですよ。ちなみにさ、ちなみに差し入れはしたことあるのそれ？全くないです。これはもう茹でてるね。はい。なるほどなるほど。いい匂いするね。あ、これめっちゃ香る。おー、すごいね。おー、大ひげ祭り。じゃあちょっといただきます。うわー、すごいね。今日も暑いなぁ。暑いなぁ。やっぱモルコシやろ。食うで。うわー、うまそう。うまい。うまいっすよ。うまいっすよ。美味しいっすよ。うまい。もうめちゃくちゃ甘い。めちゃめちゃ甘いのこれ。やばい。刺さってる。刺さってる。意外と刺さってるよ。なんか俺、意外性がいいよね。本当ですか。うん。意外性は確かに。撮影の合間の差し入れとかでも喜ばれるかも。いや、絶対喜ばれるって思って。スタッフさんがの、あれっすね、福島まで買いに行ったそうです。アンケートに書いてます。マジっすか。お疲れ様です。相当高い差し入れになっちゃった。あ、ほんとに。じゃあ、次誰行きましょうか。じゃあ僕、最後嫌なんで。あー、僕は結構嫌なの。残ってたんですよ。設定はですね、まあドラマの撮影現場とか、うん、MV の撮影ってやっぱ食事制限してそのビジュアルを保って、なるほど、結構自分のコンディションいい状態に全員がそうではないやるかもしれないです。右のシーンがある人は体鍛えて、そうだね、やっぱ解放される撮影が終わって、うん、でめっちゃ疲れを取れるという、うん、食べ物を今回持ってきました。僕が差し入れするのはこちらです。ん、うまみバーガー。わー、バーガー、ハンバーガーなんで、はい、ハンバーガーです。ちょっと大人っていうのが今回テーマだったんで、うん、普通じゃ選ばないおしゃれなものを持ってきました。おー、なるほどね。これ普段食べるの？食べます。はい。
ロサンゼルスのが日本に上陸して、あ、そうなんだ、ね、結構アメリカンな、アメリカンな、はい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 、いいな、これはまあ、はい、喜ぶよね、最高ね。何が入ってるの？これ玉ねぎ入ってます。それ入ってる。あれ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 、ちょっと聞いてみます。苦手ですか？一番苦手。やった、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 でもそう、松さんに差し入れするってなったらね、そうですね。逆にこう誰か食べたら、じゃあ僕が MC 食べよう、責任を持って。じゃあ見た目はすごいっすね、めちゃめちゃやばいね。もうがっつりじゃあ一口がっつり焼いてるね。ナイス、うわいい、おいでもできるな、あの MC。 うまいよ。おー、まあ、うまいよね。うまい、うまいよね、うん。ソースがジャンキーでいいっすね。あー、やっぱり疲れてます。解放された後ね、解放まだ。肉がちょっとね、レアめなんですよ。あ、そうそうそう、そういい肉ですね。いいお肉、レアめで。でも、まず玉ねぎが来ました。僕いてよかったなって思います。これは喜ばれますね。すごい嬉しいよ、うん。なるほどね、バーガーね。いいね。じゃあラスト、ソータ、はい、お願いします。お願いします。お茶しょうもない。設定はちょっと本当にアンケートでちょっとボケちゃいました。ボケちゃって、まあ設定は、はい、あのたくさんのおたまじゃくしさんたちへ。なんていうんですか、なんていうか、下げでしょ。まさかよ、どこで使うのか。まっさん、あれ、じゃあ、わかんない。まっさん、まっさん、まっさん、リアクションで。俺、おたまじゃくし。大先輩だった。大先輩だった。いや、そうなるとは思ってなかったんで。あれあれあれ、ちょっとめちゃくちゃボケてきたんですけど。差し入れは、こちら。ん、あの、コシヒカリでございます。ふざけてるだろ。オタマジャクシはあの人と同じものを食べれるんです。いや、人なんだって俺ら。僕もこんな感じだと思ってなかったんで。一旦ソータのアンケート読み上げます。君たち、人間が食べるものを基本の餌とするので、うん、高級な大人なものを差し入れすると喜んでもらえると思いますって書いてあったらしいです。私だけど、大人の隠しがね、さっき思うの、あのアンケート別にボケでいいと思う。言ったれ言ったれ。そうそうそう、本当そう。え、これはこのまま差し入れるってこと？炊いた状態。生米食わせちゃう。このまま。このまま。何やってますんだよ。どうやって食うんだよ。お前、お前このまんまさ、まあでも嬉しいけどさ。お持ち帰りとしては嬉しいけど。デリバリーね。大人のポイントで言いますと、そのおたまじゃくしにいっぱいあげて命をこう育てるっていうのは大人かなと思ってて。全然伝わらないぞ。そう、ちゃん諦めるの。これ何ですか？こちらです。あの、コシヒカリ。え、このまま大人になる。これ最下位。増えない、増えるわけない。最下位変えないやつ。まあでもまあ一応言っとくか。大丈夫ですか？一応。え、そういうこと。優しい。ガリッガリ。当たり前に。当たり前にガリガリ。これは終わりです、本当に。せめてね、炊いたものをして、はい、うん、持ってきてくれてたらよかったんだけどね。炊いたものあるんですよ。ないっちゅうことやね。ない、ない、なんでだよ。ないこれだけ。ない、ない、ボケた結果がこれだったってことだよね。渾身の一発ですね。